お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。はい、レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市三郷にあります産婦人科アイレディースクリニック提供のもと、お産の素晴らしさをお届けしていく番組です。この番組は宜野湾市喜生名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから私田辺幸がお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆様からのメールやコメントを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com。 また、FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。サイマル放送もやっておりますので、ホームページ検索してみてください。このね番組ですね、アイレディスクリニックの院長先生が、まあ、子供が生まれた時のね、幸せな気持ちなんかを思い出してほしいなということで、構成していただいております。ぜひお楽しみください。まず最初のコーナーです。はい、レディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、はい、レディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は3人のお産の瞬間を放送します。それではまず1人目、匿名希望さんです。女の子の出産シーンです。生まれてくる直前、頭から少しずつ赤ちゃんが見えてきて、無事に出産。元気な泣き声が聞こえます。お姉ちゃんとパパ、おばあちゃんのコメントです。お姉ちゃんのコメントが可愛らしく印象的です。おばあちゃんの最後、声が詰まりながらのコメントに心が打たれます。それでは、お聞きください。少し頭出てくる。はい、ちょっと倒してるよ。頑張れ。もう少しで会いますよ。出てきたー。バイバイしてるよ。はい、でも。おめでとうございます。7時58分です。7時54分です。おめでとうございます。よかった。おめでとう。ひよ、赤ちゃんのお名前なに？ひよ。あ、ひよじゃなくて赤ちゃん。赤ちゃん、うん、赤ちゃんのお名前は？名前なに？はのちゃん。はのちゃんね。はのちゃんおめでとう。はのちゃんどうして？はのちゃんおめでとう。あれは怠け者だ。はい、お疲れ様です。ハムちゃんおめでとうだね。よね、嬉しいね。お母さんありがとう。してお母さんありがとう。ハミ、お疲れさん。ハム、生まれてきてくれてありがとう。ヒヨと一緒に遊ぼうね。してヒヨ一緒遊ぼうね。してヒヨと一緒に遊ぼうね。はい、大丈夫。マミおめでとう。で、赤ちゃんも元気だよ。ハノちゃんが無事生まれました。よかったね。いろいろあったけど、大変だったけど、おめでとう。はい、一人目、匿名希望さんの
女の子の赤ちゃんの出産シーンでした。おばあちゃんが泣いているのでね、こちらも泣きそうになってしまいました。すぐ釣られてしまいます。ね、最初の少しずつ生まれ、徐々に出てきて、で、無事、可愛い産声が聞こえてましたね。そして、コメント、お姉ちゃんと言ってもね、ひよちゃんって言ってましたけど、まだ2歳か3歳ぐらいですかね。もう素直で可愛いですね。ねえ、そんなちっちゃい時からお姉ちゃんとして今度はしっかりしていくんですかね。で、おばあちゃん、最後のおばあちゃんね、いろいろあったけどっていうね、なんかわからないですけど、なんかね、釣られますね。はい。皆さんおめでとうございます。一人またね、家族が増えたということで、幸せな家族を作っていってください。ありがとうございます。それでは続いて二人目、匿名希望さんです。今度は男の子の出産シーンです。立ち会っているお兄ちゃんやパパに応援されながら頑張って出産。勢いよく泣き出す赤ちゃんの声に周りの皆さんも喜んでいる様子です。コメントはママとパパです。賑やかな家族が思い浮かぶ穏やかな音源です。それではお聞きください。頭出ましたよ。誕生おめでとう。高知県には賑やかで元気なお兄ちゃんお姉ちゃんがいるよ。優しいお兄ちゃんお姉ちゃんがいます。みんなで楽しい高知県にしていこうね。元気に生まれてきてくれてありがとう、ね、楽しい楽しく、みんなで賑やかに騒げる、ね、家族にしていきましょう ね、 ね、いっぱいおっぱい飲んでくださいね。これからすくすく成長してね。君も含めてみんなの成長を楽しみにしています。パパとママより。はい、ありがとうございました。匿名希望さんの男の子の出産シーンでした。最初ね、本当赤ちゃん元気に泣いてましたね。はい、勢い良かったです。で、パパとママのコメント本当に幸せそうでした。なんかこうね、本当に穏やかに幸せをかみしめているっていう、そんな感じで、あと希望にあふれてる感じがしましたね。なんか見習いたいなと思いました。ありがとうございました。それでは最後です。最後にガスマッチョさん、男の子の出産シーンです。スタッフさんにサポートされながら頑張るママ、無事に出産して赤ちゃんとの握手にママも安心か喜びからか涙ぐんでいるようです。そしてパパとお兄ちゃん一緒にへそのをカット。コメントはパパとお兄ちゃん、最後にママです。お兄ちゃんの優しさが伝わってきて印象的です。それではお聞きください。はい、最後疲れる、肩なんか乗ってください。はい、グッ、はい、疲れる、疲れる、見える、さあ、よし、こうだよ、手で自分で、はい、握手パパ、先生のピー、頑張った、頑張った、
生まれてきてくれてありがとねーして生まれてきてありがとねありがとね恥ずかしいね恥ずかしいねおもちゃちょっとあげるからねにしたらいっぱいあげるよいっぱいあげるのよし一緒に遊ぼうね一緒にいっぱい遊んだら嬉しい嬉しいね、はい、ちゃんとどうぞはい、生まれてきてくれてありがとう、いっぱい遊ぼうね頑張って生まれてきてくれてありがとう父ちゃんもありがとうねはい最後はガスマッチョさん男の子の出産シーンを聞いていただきましたはい最初ねちょっと苦しそうな声がママの声が聞こえてましたけど無事出産でおめでとうございますでから、チョキチョキチョキってね声を合わせてへそのをカットしてましたねこういうのはこう忘れないでしょうねこうみんなやるもんですか兄弟とお父さんと一緒にねすごいいい経験しましたねでからコメントですねまあ可愛かったですねお兄ちゃんって言っても1歳か2歳ぐらいですかねこの声の感じからすると恥ずかしいって言ってましたねおもちゃで一緒にいっぱい遊ぼう いっぱい遊んでくれたら嬉しいってねね自分の本当に気持ちを言ってる感じがしましたね可愛いわお兄ちゃんもね仲良くするんでしょうねこれからね兄弟ではいはい、お父さんもね、優しそうでしたね。はい、皆さんおめでとうございます。さあ、今日も3人の匿名希望さん女の子と、また匿名希望さん男の子、ガスマッチョさん男の子の出産シーンを放送しました。皆さんありがとうございました。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、愛レディースクリニック。アイレディースクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしています。宛先は 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。この時期ね、夏休みなんで、もしかしたらお子さんと一緒にね、聞いてるお母さんお父さんもいらっしゃるかもしれませんね。またこれをきっかけに会話がちょっと始まっていったら面白いな、いいなと思います。またこんなね、親子でこの番組を聞いてこういう話しましたよとかね、ありましたらぜひお聞かせください。こちらに届いたメッセージは北条先生の方にお送りしておりますので、ぜひお寄せください。このコーナーは、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、愛レディースクリニックの提供でお送りしています。では、CM を挟んで、教えて北条先生のコーナーです。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music.
our entertainment has begun. We do not know what is our time, our men, nor ourselves. Hello, everyone. Our email address is 797@fmgino1.com. Please send us an email. Thank you. それでは続いて教えて北条先生のコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀先生にお産についてお話を伺い、沖縄で活躍する女優の上条美希さんとの対談方式でインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。今回はインティマレーザーの患者さんからのインティマレーザーというものの患者さんからの反応についてです。長年の悩みが解決できたと喜びの声をいただいているようです。それではお聞きください。おしっこをこう自分で止めることができるようになりましたからね。まあ、ほんの些細なことかもしれない。そんなことが日常で、ね、改善するだけでね、うんうん、また日々の生活が楽しくなるっていうかね。そうですよ、うん、いや結構効果あるな。別にね、その営業じゃないけど本当にやっぱり入れてよかったなと思うね。たった15分でこんなに改善するんだったらって言ってね、やっぱり今こう来てくれてるから、うん、まあ本当に尿漏れで、ね、うん、悩まれてる方いたらぜひね、連絡、今分娩ネットからもインティマレーザーも予約できるようにしましたのでね、うんうん、電話するの恥ずかしいっていうんだったらね、直接予約をしてみてもいいかもしれませんね、はいはい、このお母さんたちだけじゃなくて、うん、そうですね、更年期を迎えた方たちもぜひ、うん、はい、長年尿漏れで悩まれてる方も ね、まあ、一応僕はね、どこそこのこの桜を使ってやるようなことは僕は絶対しないので、うんうん、ね、ホームページ上のアンケートだったり、まあ、患者さん、入院患者のアンケートもだけども、うん、インティマのこのアンケートもね、そのままの文を載せてますからね、うん、見ればその文章はね、こう勝手に作れない文章でわかるからね、読んで、あ、なんとなく自分共感できるなと思ったらね、遠慮せずに尿漏れ相談していただければと思います。はい、はい、少し頭で、はい、北条先生のインタビューを聞いていただきました。インティマレーザー、ね、この15分間で改善するっていうね、尿漏れとかでお困りの方、女性器に、このインティマレーザーというものをどうするんでしたかね。なんか手術ではないですよね。なんか当てるんですよね。じゃあ15分やるだけでそんなに改善するんですね。そういう声を聞きましたよという今日は内容でした。インティマレーザーというのはね、メスを使わないで、そう、手術じゃないんですよ。レーザーによって膣の引き締めとか尿漏れを治療するものですね。出産によってやっぱりね、緩んでしまうという女性、困っている女性がやっぱり多いということで、こういうものを取り入れましたよというお話でした。はい、ぜひね、ちょっとお困りの方はアイレディースクリニックにお問い合わせください。それではちょっと時間まで育休中のアズアズに電話してみましょう。今押してます。今日は出てくれるかな。はい、
あ、もしもし、あずあずですか？おはようございます。はーい。どうですか？元気ですか？おー、そっか。はいはい。へえ、どうですか？すくすく育ってますか？おお、あ、スリング、家にいます今。あ、家でもスリングで抱っこしているんですか？はい。やっぱり、肩も凝るし、抱っこだと。はい、お、手も疲れるし、あとはやっぱり、両手が開かないので、はい、なんかご飯食べたりするのも何するにも結構不便じゃないですか。だからもうスリングの中に入れて、うん、置けば、勝手に寝るし、すごい落ち着いてくれるので、そうそう、起きた時はすぐ入れて、で、その後寝てからスリングごと置くようにしてます。へー、そうなんですね。はい。あ、あずささんもう今日誕生日です？あ、そう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 。あ、よくご存知で。そうか。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。へえ。あ、じゃあちょうど1ヶ月違いなんですね、赤ちゃんと。そうそうそう、そうなんですよ。へえ。なので、自分の誕生日の前の月が子供の誕生日で、はいはいはい、で、その次が私で。はい。で、今度は8月頭が上のお姉ちゃんの誕生日なので、うん、ここ数ヶ月は誕生日続きで。みんな重なって、固まってますね。そうそう、自分の誕生日はなんかもう、なんかどうでもよいい感じになってます。薄れそうですね。そう、もう8月頭が上のお姉ちゃんの誕生日だから、うん、プレゼントどうするかとか、なんかそっちばっかりで、自分のプレゼントはね、なんか毎年いつも狙ってはいるんですけど、今年はまだ決めきれず、うんうん、当日を迎えまして、でも今日はなんかお祝いするんですかね。ケーキでも買ってきてもらってね、うん、本当はお酒飲みたいけど飲めないから、うん、ノンアルコールで乾杯でもしようかな、うん、おっぱいの飲ませてるからですよね。そうです、そうです、うん、だからもうもともと私すごいお酒好きなんですけど、はいはい、3年上の子がの妊娠が発覚してからだからもう3年ぐらいは一滴も飲んでないんです。もう飲めなくなってますよ多分。え、なってるかな。いや、まあでもいつかねまた飲める日を楽しみにしてますけど。ケーキは大丈夫？ケーキは食べて大丈夫？あ、全然食べ物はそんなに気を使ってない、うん、どうなんだろう。いや、でも、いや、なんかほらおっぱいに影響が普通痛くなったりとかないですか？なんか詰まったりとか。意外にね、うん、食べ物でそんなにすぐ影響がこのぐらいで出ないかな。私の場合はですね、はいはいはい、多分乳腺が結構太いんですよ。おー、よく出てる、よく出るから、はい、なんか結構乳腺が細い人とかはちょっとなんか脂っこいもの食べて血がドロドロになっちゃうと、うん、簡単に詰まっちゃったりするみたいなんですけど、はいはい、なんかそうでもないので、じゃあ結構暴飲暴食だけは、うん、うん、気をつけてはいるんですけど、じゃあ順調に授乳できる感じですね。そうですね、はい、どっちかといえば出過ぎなぐらいで、うん、よかったです。はい、ね、声も元気そうで、元気です。はい。ツイキャスにも、ビャッコさんとジェヒョンさんからおめでとうって、誕生日おめでとうって来てますよ。ありがとう、来てます。はい。プレゼントは、贅沢にうなぎはいかがって書いてある。ああ。ちょっと。うなぎか。授乳中にうなぎ。手をつけるっていう話ね。ああ、はいはいはい。参考にさせていただきます。元気出そう。はいはい。うなぎか。私、うなぎは食べに出たりすることはあるけど、うん、あんまりスーパーとかで買ったことないけど、うん、ゆきさん買ったことあります？ありますよ。でもね、お店で食べに行く方が多かったかな。そうですよね。かば焼きでふかふかね。ね。食べたいな。沖縄には美味しいお店が、は知らないから、知らない私も。誰か、ね、いたら教えてほしいな。ね。知ってる人がいたら。うん、ビャッコさんが3人目が早くできそうですねって。ね、
あのね、3人目、本当は2人目までにしようかなと思ったんですけど、うん、やっぱり可愛くて、3人目まで産むことに、産む気持ちになってるので、はいはいはい、もう皆さんまた、いつか、まだまだ先でしょうけど、うん、その報告も楽しみにしておいてください。もう、うなぎ食べてすぐでも。それはそれで問題ですよね。はい。じゃあ今日もありがとうございました。元気そうでよかったです。はい。今日も。はい。また来週。はい。おめでとうございます。うん、はい。ありがとうございました。はい。あずあず、また元気そうでよかったです。誕生日だったんですね。おめでとうございました。はい。ね、あずあさんのラジオでのツッコミ早く聞きたいって来てますね。じゃあまた早く来てくださいね。はい。レディースクリニック、赤ちゃんいらっしゃいでした。